それでは時間になりましたので、第18回原子力損害賠償紛争審査会を開催いたします。お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。はじめに事務局から配布資料の確認をしてください。はい、配布資料でございますが、議事次第のほかにですね、資料といたしまして資料1がですね、今回の指針案でございます。それから資料2がですね、これ中間指針追放案の賠償対象についてということで後ほど説明させていただきます。それから参考資料といたしまして前回の議事録、それに加えまして前回前々回もお配りしたものでございますが、自主的避難の関連データが参考の2、それから参考の3といたしまして裁判例をお配りしております。不足がございましたらお申し出ください。それから本日はですね、中島委員、鎌田委員、草間委員がご欠席でございますが、中島委員からはですね、先ほどメールでですね、意見のメモというのが届いておりますので、後ほど読み上げて紹介をさせていただきたいと思ってございます。以上でございます。はい、それでは本日の議題に入りたいと思います。前回の第一の議題であります自主的避難等についてでございます。で、前回の審査会で指針案のイメージというのをお示しして、それについてご議論いただきました。で、そこでかなりの問題についてはある種の方向性が出たというふうに思いました。そういう意味ではある程度共通認識を得ることができました。ただ他方でいくつかの問題についてはまだ国の間でもって意見が分かれている部分もいくつかございます。そこで、今日は前回の議論を踏まえまして、指針案というものを一応用意いたしましたけれども、前回委員の意見が必ずしも一致していない部分につきましては空欄にしてあったり、あるいはブラッケットとして、後でここでの議論によって決めたいというふうに考えております。そしてこういった点をすべて議論した上で、意見がまとまったということであれば、本日中に指針を決定したいというふうに考えております。それでは初めにこの指針案をはじめ、その他の資料につきまして事務局から説明をお願いいたします。はい、それでは資料1と資料2の説明をさせていただきますが、指針案の説明の前にですね、まず資料2の方からですね、説明させていただきたいと思います。資料1の中間指針追放案の賠償対象についてということでですね、若干今回対象区域とかですね、対象者の部分が政府指示の避難区域等との関係でですね、分かりにくい面がございますので資料2の方で整理をしてございます。で、今回の指針案の中ではですね、自主的避難等対象区域というのを定義してございますが、それが1でございます。ここの資料2の一ポツのところでございますが、これとですね、今回の指針の対象になる、区域といたしまして、2ポツのですね、避難指示等対象区域、すでに中間指針で、賠償の対象となっている区域の部分と、それから1ポツのですね、今回新しく自主的避難等対象区域として、区域を設定する部分、この2つをですね、に分けた形にしてございます。一ポツのですね、自主的避難等対象区域内、ここに自宅があった社につきましては書いてございますが、中間指針の精神的損害では賠償の対象となっておらず、今回の指針で新たに対象とされるものでございます。で、そこにつきましては今の指針案の中では避難をしたかをしたか、あるいは滞在したかをですね、問わず今回の指針の対象になるということで、子ども妊婦につきましては12月末までの分、それからそれ以外につきましてはですね、自己発生当初の時期の分というのが今回賠償の対象になるというのが指針案の内容になってございます。そこに例として実際どういう方がいらっしゃるかということが書いてございますが、ここにつきましては事故後避難した人、あるいは自宅に滞在し続けた人、あるいは事故前に一時的に外にいてですね、そのまま外にいた方、あるいは帰ってきた方、こういう方がすべて対象になるということでございます。
で一方で、中間震のですね、対象でございました避難指示等対象区域内に自宅があった者については、2つのタイプに、今回の指針案の中では分かれます。1つはですね、この1ページ目の括弧1にございますが、中間震の精神的損害について、賠償対象となってない期間、その期間についてですね、今回の審でですね、新たに対象になる、というのが、一つでございます。例えば丸1でございますが、子ども妊婦の場合はですね、これもブラケットで後ほど議論いただくことになると思いますが、12月末までの分が、賠償対象となるということで、具体的に申し上げますと、特定避難勧奨地点に、滞在し続けた方、それから例にでございますが、緊急時避難準備区域に滞在し続けた者のですね、4月23日以降の部分、これは4月22日まではですね、緊急時避難準備区域の部分はですね、屋内退避区域になっておりましたので、4月22日までは屋内退避区域の賠償がですね、中間審で認められていますので、その後の期間というのが今回の指針で対象になるわけでございます。それからその他の方々につきましては、事故発生当初の時期分ということで、これも例示が書いてございますが、例えば計画的避難区域に将来なるというか、4月22日になったわけでございますが、そこに滞在し続けた方、これは計画的避難区域の方につきましては、中間指針ではですね、避難をすればですね、対象になったわけでございますが、滞在し続けた方については対象となってませんでしたので、対象となるということでございます。で、次のページの2ページでございますが、例2でございますが、これは特定避難勧奨地点から避難した方のですね、避難前の部分、ということで、特定避難勧奨地点につきましては、中間審ではですね、避難を開始したときから対象、賠償の対象となるということでございましたので、その避難前の部分の、これは子ども妊婦以外の方でございますから、当初の部分というのが今回の指針でですね、対象となるということになります。それから避難指示等対象区域に自宅があった方で、それ以外のパターンでございますが、これが前回もご議論いただいた部分になりますが、中間審の精神的損害を賠償されている期間で、さらにですね、この新しい指針のですね、対象として追加的に賠償されているとされる場合というのがですね、今の指針案の中では、子ども及び妊婦がですね、自主的避難等対象区域内に避難した期間、これで当初の時期以外で12月までというですね、若干複雑になってございますが、具体的に申し上げますと、例が2つ書いてございますが、例1といたしまして、警戒区域から自主的避難等対象区域に避難した方ということでございます。これは1回ですね、警戒区域から避難した場合は参考に書いてございますが、事故発生日に遡って賠償の対象になりますが、その対象となっている期間について、さらに今回のですね、自主的避難等対象区域に避難した場合は、今回の指針で決める新たなですね、滞在者としての損害が認められる、あるいは認められない、そこが今日ご議論いただくところだと思いますが、そういうパターン。それから例2の方はですね、緊急時避難準備区域で6月20日以降に避難した、これは子ども妊婦に限るわけでございますが、それからそれや特定避難勧奨地点から自主的避難等対象区域に避難した方、ここのところはですね、この緊急時避難準備区域につきましても、特定避難勧奨地点にいたしましてもですね、実際にその避難した日からですね、対象に、中間審の対象になるパターンでございますので、その避難する前の期間、すいません、避難したですね、自主的避難等対象区域に、いる間というのが、対象になるということでございます。若干複雑になってはございますが、全体といたしまして、まず、
今まで全く対象に、中間審では全く対象になっていなかった、区域というのが、1のですね、自主的避難等対象区域ということでございます。でそれとは別に、中間審ですでに何がしか その賠償の対象になっていた避難指示等対象区域の方についてはですね、この1ページの括弧1の、中間審で対象となっていなかった期間について賠償の対象になる場合と、さらにここはまだブラケットになってございますが、中間審の対象になって避難をしているんだけれども避難先が自主的避難対象区域だったので重ねて賠償をされると、この2つのパターンがあるということでございます。で一応 3ページ目に地図をつけてございますが、ここ の色で塗った部分が1から4、さらに特定避難勧奨地点はですね、これまあ地点ということなので、緑色の丸で示してございますが、ここに、ここの、方々というのは基本的にですね、この自主的避難等対象区域ではないけれども、今回の新対象になるということでございます。そこを頭に入れた上でですね、新案資料の1の方のですね、説明を聞いていただければと思います。でそれでは資料1でございます。この今回の新の名称でございますが、書いてございますように、東京電力株式会社福島第一第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追放括弧自主的避難等にかかる損害について、ということでございます。で、はじめにのところでございますが、まず、自主的避難等の現状ということで、最初のパラグラフと2つ目のパラグラフまでは、これまでの経緯が書いてございますので、そこはちょっと飛ばさせていただきまして、3つ目のパラグラフから、参ります。自主的避難に至った主な類型としては、丸1、本件事故発生当初の時期に、自らの置かれている状況について十分な情報がない中で、これ発電所の原子炉建屋において水素爆発が発生したことなどから大量の放射性物質の放射性による放射線被曝への恐怖や不安を抱き、その危険を回避しようと考えて避難を選択した場合、それからもう一つが、丸2でございますが、本件事故発生からしばらく経過した後、生活圏内の空間放射線量や放射線被曝による影響等に関する情報がある程度入手できるようになった状況下で、放射線被曝への恐怖や不安を抱き、その危険を回避しようと考えて避難を選択した場合が、考えられる、ということでございます。で同時に、当該地域の住民はそのほとんどが自主的避難をせずに、それまでの住居に滞在し続けており、これら避難をしなかった者が抱き続けたであろう、上記の恐怖や不安も無視することはできないと考えられる。でここで自主的避難、それから、避難せずに滞在することを合わせてですね、この指針の中で自主的避難等という形で言葉を定義させていただいてございます。それから次に基本的考え方といたしまして、上記の自主的避難等の現状を踏まえて、この度の中間指針追放においては中間指針の対象となった避難指示等にかかる損害以外の損害として自主的避難等にかかる損害について示すこととするということ。本件事故と自主的避難等にかかる損害との相当因果関係の部分は最終的には個々の事案ごとに判断すべきものであるが、中間指針追放では本件事故にかかる損害賠償の紛争解決を促すため賠償が認められるべき一定の範囲を示すこととする。さらに名古屋記といたしまして、中間指針追放で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得る。以上がその初め2の文でございます。次の第2のですね、実際の指針の内容につきましては、まずタイトルといたしまして自主的避難等にかかる損害についてということで、一番初めに先ほど申し上げました自主的避難等対象区域、これをですね、示す形になってございます。で下記の福島県内の市町村のうち避難指示等対象区域を除く区域、以下自主的避難等対象区域という
とするということでございます。ここの具体的な市町村名につきましては後ほど会長の方から紹介がございます。それから3ページ備考のところでございますが、ここには今の対象区域の解説が書いてございますが、はじめにで示したようにですね、本件事故を受けて自主的避難に至った主なる域は2種類考えられるが、いずれの場合もこのような恐怖や不安は原子力発電所の状況が安定していない等の状況下で同発電所からの距離、避難指示等対象区域との近接性、政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報、事故の居住する市町村の自主的避難の状況、確保いたしまして自主的避難者の多寡、など、等の要素が複合的に関連して生じたと考えられる。以上の要素を総合的に勘案すると、少なくとも中間地震追放の対象となる自主的避難等対象区域においては、住民が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱いたことには相当の理由があり、またその危険を回避するために自主的避難を行ったことについてもやむを得ない面がある。自主的避難等の事情は個別に異なり、損害の内容も多様であると考えられるが、中間指針追放では下記の対象者に対し公平に賠償することおよび可能な限り広くかつ早期に救済するとの観点から一定の自主的避難等対象区域を設定した上で同対象区域に居住していた者に少なくとも共通に生じた損害を示すこととする。でさらに上記自主的避難等対象区域以外の地域についても下記の対象者に軽減る場合には賠償の対象と認められ、さらにそれ以外の場合においても個別具体的な事情に応じて賠償の対象と認められうると。で、この下記のその対象者でございますが、本件事故発生時に自主的避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があった者、括弧いたしまして本件事故発生後に当該住居から自主的避難を行った場合あるいは本件事故発生時に自主的避難等対象区域外におり引き続き同区域外に滞在した場合当該住居に滞在を続けた場合等を問わないで以下ここで自主的避難等対象者とするということでさらに避難区域についてはですねまた本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者についても中間指針の第3の損害項目の6の精神的損害の賠償対象とされていない期間それからここはブラケットでございますが並びに子ども及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間括弧本件事故発生当初の時期を除くは自主的避難等対象者の場合に準じて賠償の対象にするというのが対象者でございます。で対象者の備考といたしましてまずはじめに損害賠償請求権は個々人につき発生するものであるから損害賠償についても個々人に対してなされるべきであるここが中間指針と同じ考え方でございます。それから2でございますが本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者についても自主的避難等対象者と同様の損害を被っていると認められる場合には同様に賠償の対象とすべきと考えられるでこの場合中間指針による賠償と重複しない限りにおいて中間指針追放による賠償の対象とすべきであるから中間指針第3の損害項目の6の精神的損害の賠償対象とされていない期間これ例を挙げてございます例えば23年4月22日の緊急時避難準備区域の指定以降同区域から避難せずに滞在した期間や同区域の指定解除後に帰還した後の期間が対象となるで以下はブラケットの部分になります一方避難指示等対象区域内に居住していた者が本件事故に起因して自主的避難等対象区域内に避難し同区域内に引き続き長期間滞在した場合当該期間については中間指針で精神的損害の賠償対象とされているがこれは避難生活等を長期間余儀なくされたことによる精神的損害であり自主的避難等対象区域内の住居に滞在し続ける者としての精神的損害とは質的に異なる面があるから中間指針追放の対象ともすべきである括弧いたしまして具体的には自主的避難等対象区域内に避難して滞在した子ども及び妊婦が該当するということでございます。
それから3といたしまして、上記の対象者以外についても個別具体的な事情に応じて賠償の対象と認められるということが念のため書いてございます。続きまして損害項目でございますが、ここはかなり前回の指針のイメージのところと同じ記述になってございます。指針といたしまして、まず1で自主的避難等対象者が受けた損害のうち以下のものが一定の範囲で賠償すべき損害と認められると。まず丸1は自主的避難を行った場合でございます。この肩括弧の1から3まででございますが、自主的避難によって生じた生活費の増加費用、自主的避難により正常な日常生活の維持継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、避難及び帰宅に要した移動費用、次の丸2がですね、滞在を続けた場合でございます。1といたしまして、放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により正常な日常生活の維持継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、2といたしまして、放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があればその増加費用、でございます。で、指針の2といたしまして、1の、丸1のですね、肩括弧1から肩括弧3にかかる損害額、並びに丸2のですね、1と2にかかる損害額については、いずれもこれらを合算した額を同額として算定するのが公平かつ合理的な算定方法と認められる。さらに3といたしまして、その具体的な損害額の算定にあたっては、丸1、自主的避難等対象者のうち、子ども及び妊婦については、本件事故発生から、ここもブラケットにしてございますが、平成23年12月末までの損害として、1人、いくらということ、これは後ほど、会長から具体的な金額をご議論していただくことになると思います。それから丸2、その他の自主的避難等対象者については、本件事故発生当初の時期の損害として、を目安とする、という形で、ここに具体的な金額が、書き込まれるという形にしてございます。それから4といたしまして、本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者については、賠償すべき損害は自主的避難等対象者の場合に準じるものとして具体的な損害額の算定にあたっては以下の通りとする、ということで、まず ① といたしまして、中間指針のですね、精神的損害の賠償対象とされていない期間については、上の3に定める、金額が、3の ① における対象期間に応じた目安であることを勘案した金額とするということで、まあ、期間に応じてということが書いてございます。だから丸2でございますが、子ども及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間については、本件事故発生から平成23年12月末までの損害として1人、これは別途重ねて賠償する部分を、金額を具体的に記載するという形になります。とを目安としつつ、これらの者が週刊地震追放の対象となる期間に応じた金額とすると、この丸2全体が、先ほどの、その避難指示と対象区域の2つ目のパターンとして全体がブラケットになっているということでございます。で、備考でございますが、まず1といたしまして、本件事故に起因して自主的避難と対象区域内の住居から自主的避難を行った者は、主として自宅以外での生活による生活費の増加費用並びに避難及び帰宅に要した移動費用が生じ、合わせてこうした避難生活によって一定の精神的苦痛を被っていると考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と関連することが可能である。また滞在者でございますが、主として放射線被曝への恐怖や不安やこれに伴う行動の自由の制限等を余儀なくされることによる精神的苦痛を被っており、合わせてこうした不安等によって生活費の増加費用も生じている場合があると考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と関連することが可能である。備考の2つ目でございますが、賠償すべき損害額については、自主的避難が避難指示等により余儀なくされた避難とは異なることから、これにかかる損害について避難指示等の場合と同じ扱いとすることは必ずしも公平かつ合理的ではない。一方、自主的避難者と滞在者とでは現実に被った精神的苦痛の内容及び程度並びに現実に負担した費用の内容及び額に差があることは否定できないものの、
いずれも自主的避難等対象区域内の住居に滞在することに伴う放射線被曝への恐怖や不安に起因して発生したものであること、2つ目でございますが、当該滞在に伴う精神的苦痛は自主的避難によって解消されるのに対し、新たに避難生活に伴う生活費増加等が生じるという相関関係があること、3つ目は、自主的避難等対象区域内の住民の中には諸般の事情により滞在を余儀なくされた者もいるであろうこと、さらに4つ目になりますが、広範囲に居住する多数の自主的避難等対象者につき、自主的避難者と滞在者を区別し、個別に自主的避難の有無及び期間等を認定することは実際上極めて困難であり、早期の救済が妨げられる恐れがあること、以上などを考慮すれば、自主的避難者か滞在者かの違いにより金額に差を設けることは公平かつ合理的とは言い難い。こうした事情を考慮して、精神的損害と生活費の増加費用等を一括して一定額を算定するとともに、自主的避難者と滞在者の損害額については同額とすることが妥当と判断した。で、備考の3でございます。自主的避難等対象者の属性との関係については、特に本件事故発生当初において、大量の放射性物質の放出による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことは年齢等を問わず一定の合理性を認めることができる。で、その後においても、少なくとも、子ども及び妊婦の場合は放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されていること等から、比較的低線量とはいえ通常時より相当程度高い放射線量による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことについては、人口移動により推測される自主的避難の実態からも一定の合理性を認めることができる。このため、自主的避難等対象者のうち子ども及び妊婦については本件事故発生から、ブラケットになってございますが平成23年12月までの分を、またその他の自主的避難対象者については本件事故発生当初の時期の分をそれぞれ賠償の対象期間として算定することが妥当と判断した。これ直書きはのところがブラケットになってますのは先ほど の12月との関係で、なお平成24年1月以降の分に関しては今後必要に応じて検討することとする。で、備考の4つ目でございますが、今の3の期間の算定額、損害額の算定にあたっては身体的損害を伴わない慰謝料に関する裁判例等を参考にした上で、精神的苦痛並びに子ども及び妊婦の場合の同伴者や保護者分も含めた生活費の増加費用等について一定程度勘案することとした。それから備考の5については全体がブラケットになってございます。重ねて賠償する部分でございます。本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者のうち、子ども及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間の損害額の算定にあたっては、これらの者は避難している期間についてすでに中間指針の精神的損害の賠償対象とされており、両者の損害の内容に一部重複すると考えられる部分があることを勘案することとした。備考の6でございますが、1から4につきましてはですね、個別具体的な事情に応じてこれら以外の損害項目が賠償の対象となる場合や異なる賠償額が算定される場合が認められる。以上が指針案の内容でございます。はい、それではこれからこの指針案についてご議論いただきたいと思いますけれども、最初にこの資料1、資料2両方含めまして全体的なご質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。もし全体的な総論的な質問あるいはご意見がなければ、具体的な指針の中身に沿ってこれから議論していきたいと思いますけれども、最初に第1の部分ということで、はじめにという部分ですけれども、ここで基本的な考え方、自主的避難等の現状等についてと、それから基本的な考え方というのが出てますが、ここについてのご意見はあるいはご質問があればお願いしたいと思います。よろしいですか。ここに書いてあることはおそらくそんなに皆さんご異論がないと思いますので、後でまた
ご意見があれば伺いますが、それではもうちょっと先に行くということで、それでは指針の本タイトルもあります第2の自主的避難等にかかる損害についてというところに移ります。で、この中にはいろんな問題がまとめて全部議論されてますので、これも少し区切りまして、最初にこの対象区域についてご議論いただきたいと思います。で、この2ページ目にあります自主的避難等にかかる損害について、その下に自主的避難等の対象区域というのがございます。で、先ほど事務局から説明がありましたように、ちょっと分かりにくいんですけれども、避難等対象区域、これは一応自主的避難対象区域から除いてございます。で、これは避難指示等対象区域については、一定の賠償がなされていることもあり、それとの調整等、少し違った考え方をせざるを得ないところがありますので、そこでこう分けているわけですが、ここからその地域を除外しているということで、賠償を対象にしないという考え方が述べられているわけではなくて、今言いましたようにその賠償の額等の考え方について少し調整をしなくてはいけないということから除いてあるということでございます。で、そこで、まずご議論いただきたいのは、ここに定義にありますように、自主的避難等対象区域ということで、で前回、も市町村単位で、示した方がいいだろうというご意見だったの で、いろんな要素、前回も挙げられましたような、原発からの距離であるとか、あるいは、避難指示区域との近接性とか、あるいは放射線量とについての、情報、状況、それから避難の状況などを総合的に考慮して、一定の範囲を確定しなくてはいけない、確定すべきであるということが、前回議論され、大体大まかなご議論、合意は得られたというふうに思います。そこで具体的な市町村ということで、具体的な名前を挙げたいと思いますけれども、ここまででよろしいでしょうか。それでは、具体的な市町村の名前、今委員の皆様には紙が配られたと思いますけれども、数等が多いので、間違いがあるといけませんので、これは事務局の方から読み上げてもらうことにいたします。はい、それでは市町村名を読み上げたいと思いますが、地理的な関係につきましてはですね、参考の2の、1ページ目に地図が、ございますので、それを、参考にしていただければと思います。それでは読み上げさせていただきますが、まず県北地域、これは全市町村になりますが、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡町、国見町、川俣町、大玉村、県北地域の全市町村です。それよろしくございますか。福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡町、国見町、川俣町、大玉村、続きまして、県中地域の、これも、全ての市町村になりますが、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町でございます。それから続きまして、曹操地域でございますが、相馬市、新地町でございます。それからいわき地域のいわき市、以上でございます。ちなみに、冒頭ご説明いたしましたように、曹操地域につきましては、他のですね、市町村につきましては、政府指示による避難等対象区域になってございますので、それを除いた自主的避難等対象区域としては、ここには入っていないということでございます。以上であります。はい、で今読み上げられた市町村が一応自主的避難等の対象区域ということになるわけでございますが、基本的には福島県でが条例で定めている行政管区である曹操、いわき、県北、
及び、県中の各市町村が対象になるということでございます。今の対象地域について何かご意見があればお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。それではこれはいろんな要素を考慮してではありますけれども、先ほどご説明をいたしました、前回もご議論いただきました、いくつかの要素を市として考慮して対象を決めたということでございます。この点についてもまた後でご議論があればお戻りいただくとして、もし地域に対象区域についてのご質問がなければ、ご意見がなければ、次対象者に移りたいと思います。で、対象者につきましては、3ページ、それから4ページにわたって、書いてございますが、ここはちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、対象者といいましても、2つのちょっとカテゴリーが実際にはあるわけでして、2つと言いますか、まず大きくこの対象区域との関係で、今読み上げた対象区域内に生活の本拠をとして居住していたものというのが、対象者のいわば中心的な考え方、中心的な内容になりますけれども、いわゆる避難区域等に住んでおられた方については、これは先ほど地域的な対象区域からは除外を一旦いたしましたけれども、しかしここの3ページの備考の対象者のちょっと直前に書いてありますように、常時自主的避難等対象区域以外の地域についても下記の対象者に掲げる場合には賠償の対象になるということで、今ご覧いただくこの対象者というのをご覧いただきますと、2番目の大きなカテゴリーとして、これ4ページの方に入りますけれども、また本件事故発生時に避難指示等対象区域内に居住があったものについても、賠償の対象にしようと。ただここは少しいくつか議論していただくちゃいけない点がありますので、その細かい中身についてはまたご議論いただきますけれども、まずはこういうふうに大きく2つ分かれているということをご理解いただきたいと思います。で、前者については特に問題はないと思いますけれども、後者について、いかがでしょうか。あるいはもちろん前者についても何かご意見があればお願いしたいと思います。で、この特にブラケットの部分については、これは今日ご議論いただいてお決めいただかなくてはいけない部分ですので、この部分について、ぜひご意見をお聞かせいただければと思います。ごめん、ちょっと分かりにくい、先ほど説明で尽きてるんですけれども、改めて注意喚起をいたしますと、この4ページの上のまた以下ですが、避難指示等対象区域内に住居があったものにつきましては、中間指針でもって一応賠償の対象となっているわけですが、全期間にわたって賠償の対象になっ、全ての人が全期間にわたって賠償対象になっているわけではなくて、中間指針においても一定期間までしか